こんにちは,こんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私光景の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします はい。三つ足経済塾ですが、先日8月20日にゲスト講師に富田浩二先生を招きたしまして、第8回講義が開催されました。次回は9月17日ですね、ゲスト講師中野武先生を招きして第9回が開催されます。結、えー、成ろんですけど、高等論第43回、天略の違、歴史事実第43回、死死神応対サラディンが、えー、リリースになりますので、ぜひ皆さんご入会いただければと思います。さあ、 えー、今日はですね、はい、エネルギーなんです。エネルギー。エネルギー。人類って、その長いこと、そのエネル,エネルギーに文明というか、エネルギーに人口規模が支配されるような時代が続いた。長いことって数万年とかそういうレベルなんですけどね。うん、これ何のエネルギー使ってたかわかるかな何ですか木材です。木材、はい。木を燃やすんです。あー つまり人間ってい最近は何でしょうね衛生的なね技術が発展したから生食が結構いけるようになってきましたけれども昔はもう全然無理ですよね。うんうん、だからなんからで燃やさななくちゃいけないけということで、はい、そのエネルギーが木木材だったわけなんです。で日本の文明も相当この木材に影響を受けてるんですよ。桓武天皇が奈良から都を平安京京都に移したじゃないですか。うん あれなんでなんでしょうと、いうことなんですよ。よ前聞いたことあるかも。そう,ですうん。つまり奈良にですね、あの数百年間、あの飛鳥時代から含めると、はい、都がお置いてあって、で、まあ、少なくとも10万人以上の人間暮らしていたということなので、その奈良盆地の周りの森というか山の森をですね、うん、全部き使い果たしちゃったうん、うん、ということなので、もう生きていけない。いしかも木材を切り取ると土砂崩れとかたわするんです。奈良、はい、実際ですね、うんうん、水害がたわつしてたんですよ、ね、はい、これ。 はいまあ、だからあのさまざまな技術も発展したんですけどね水を逃がさなくちゃいけないんででもそれはもう無理だってことでそれでまず最初は長岡京に行ってそれでた平安京に移るって形になったんですよねあるいは徳川家康がなぜ江戸にあの江戸を本拠地にしたのかこ,、まあ、ここですけどね、うん、だって昔のこの辺りって東京ですけど住、はい、めたものじゃなかったんですよ沼<ー>湿地帯川だらけはい 一応部屋は広いんですけど、広いんだけど、そこ大量の川が流れてて、ぐしゃぐしゃなんですよ。だからあるね、えー、武蔵野大地、だから三鷹とか、はい、えー、立川とか、あの辺は結構硬い土地なんです。今でもそうなんですけど、はい、でもこの辺なんてまあここなんかまさに典型だけど、ここ海でしたからね。うん、<laughs> 海でした。ということで、でも、木があったんですよ。はい、木材があった。はい。ということです。でね、最近私非常に懸念してるのはですね、はい。 ソーラーラパネルですすあわかります、はい、メガソーラです。はい、であのー、ちょっと YouTube 番組見てて私好きなので結構見てるんですけどね、うん、その、えー、昆虫採集を趣味というか、はい、もうプロな人がいるわけですよ。うん、でその人はですねすげえなーと思ったら名前わんけどあの山買っちゃったのね。<う>その昆虫を採集するときに。はいはい、で180万ぐらいだったんだってうん、うん、もう誰も使ってないようなこの山だから。それは、まあ、そのまあその人の趣味でね。 いいことだと思うんだけどその人がポロって言ってたのはねその他の山とかはなんかみんなソーラーパネルになっちゃったということなんですねだから人間,が入れ入人間が入れない山っていうのは,それはないんだけど、はい、入れる山とかが相当パネル化してってんだなと、うん、分かります私もなんか毎年レースで通ってる熊本の阿蘇の道があるんですけどすっごい絶景です、はい、ああそうですよね、うん、きすっごい綺麗でいつも楽しみにしてるんですけど、はい、今年通ったら左側はすごい綺麗だったんですけど右側に「 パネルがいいっっぱいあってうわっちょっとショックでしたで多分あれ土砂災害引き起こすと思う<ー>だって保水能力なくなっちゃうじゃん木がなくなっちゃうわけだから、はいうん、何やっとんじゃん日本はっていうのはそのい,つ、まあ、いろんなのあるんだけどそのに何やってんだ日本だわあの山を削ってソーラーパネル敷き詰めるほどですね愚かな行為はちょっと他に想像がつかないレベルですね、うん 当然、景観ぶち壊されてるでしょはい。最悪でしょ、うん、まあ、最悪な上に、土砂災害大国で、そんなことやっていいわけねえじゃんと。なんか本当、金金金ってなっちゃったんだなっ金金金。とにかくパネルを敷き詰めて、それで発電したら、電力会社は自動的買取ですからね。うん、基本的には固定価格買取なんで、で、負担は我々にというビジネスモデルが成立しちゃったから。はい、だから、あの、みんなこぞってやったと。 いや私、誘いがいっぱい来ましたけど、やらんくてよかったわ。正義の人だからやらないんだけどね。正義の人ですからね。でも絶対こうなると思った。でも、ここまでメガソーラが拡大してしまって、土砂災害との関連までがですね、疑われるレベルになるとはさすがに思わなかった。想像を超えてきますね、日本というのは。でもこれ、一応これもデフレが原因で、投資どころないんですよ。儲かど、儲けどころないんです。日本人なんだかんだ言ってあれですからね。儲けるの好きですからね。誰でも好きだと思うんだけど。 それはやりますよね、という話なんですが、まあこれ典型的なレントシーキングで、別に、はい、あの太陽光パネルで発電したからといって、あじゃあ電気使おう。なんで人は一人もいないよね。うん、<laughs> 電気いらないんで <laughs>。はい。だから既存の電力会社の場合にですね、まずフィットの事業者が入ってきたと。いうこと。うん、あれ怖いのはね、例えば会社が倒産しちゃったりするわけですよね。はい、例えばあの、災害とかでパネルがぐしゃぐしゃになりましたと。うん,うん。もう倒産でしょうね。はい。それその後、社員解雇して、そのパネルどうなの どうなるんですかところです。多分放置ですね。へ<ー>、はい、処分に金かかるから。え、置いたまんまですかそういうことです。だから、そういうのをちゃんと処分するための予託金制度を作ろうって話あるんですよ。はい、フィットの事業者から調整するわけですよ。うん、で、貯めといて、そういう事態になっちゃったら、あの、現状復帰すると。そのためにお金使おうじゃないか。猛烈な反対をしてるんですよ、フィット事業者は。どうしてですかそれは利益削られるから決まってるんですよ。<あ>最低でしょ、<う>あいつら本当に。 はい、なんかだんだんこうフィット事業者の話をしてくると、こうなんか像をあおるような感じになってくるんだけど、広どいんですよ、もう。うせめてそれぐらい、予達金ぐらい出すよという話なんだけど、それも嫌だと。はい、でも確かに法律がないから、取れないんですけどね。はい、あとなんかよくわかんないのが、例えば自治体とかで、そのフィットに対して課税しようとするわけです、条例で。はい。なんかそれは総務省が反対したりするわけね。どうしてですかわかんない。だからもしかしたらそこに。 圧力ら来てるのかもしれない。ちなもちろんその地方自治体というのは総務省の、えー、まあ、所管ではあるんですよね。はい、はい。でもいいことじゃんね、と思うんだけど、それも反対したりしてるわけですよね。まあ、総務省が自分の判断でやってるのか、それ向こう側にフィットの事業者がいるかどうかわかんない,か<ー>、はい。ということで、もう日本のエネルギー安全保障はですね、壮絶な状況になってるんですよ。うんはい、で、えー、 もう一つのレントシーキングっていうのがですね、あれです。新電力なんですよね。はい、電力小売自由化で参入してきた新電力。えー、エントリーは8月8日です。原発停止電力回復の、開発の慣れの果てというタイトルで書いたんですけどもね。実はですね、皆さんご存知でしたえー、よ大手電力が、に、えー、決算が出たんですよね。22年4月6月期の決算が出たんですけど、7社が赤字なんです。これ NNG 価格上がってるからなんですけど、 それでどうするのかなと。どうするのかなと思ったらですね。なんと、ことごとく、値上げです。値上げです。東京電力は9月末までですね。来月か。に法人向け新料金を公表 <laughs>。値上げです。値上げです。関西電力は来年4月まで新料金を検討。もちろん値上げでしょうね。中部電力は12月から家庭向けの一部で点火上限を撤廃。すなわち値上げです。九州電力も10月から家庭向けの一部で上限撤廃。もちろん値上げですね。東北電力はすでに値上げしてます。 法人向けについて。ということで、値上げのラッシュになっていくんじゃないかなと,、はい、と。ということで、あれですね、またコウケさんに、先生ーって,て <laughs> 電気代が高すぎて無理なんです。<laughs> <laughs> 出演料引き上げてって交渉し,しなくちゃいけなくなってるんで、はい、このまま、ねえ。でもこれその法人向けにやったら、企業は、やっぱその、上乗せしてくるわけですよ。なんていうんだろう。私たちが買うものに。<ん>価格に、うん、そうですよ。ですよね、だってあの、私の美容院代が上がったんだけど、絶対これ美容師さんの給料増えてないよね。うん あの、電気代増えた部分を乗っけてきてるわけです。はい、別に攻めたいわけじゃないんだよ。そうせざるを得ないから。うん、これがコストップして型インフレです。はい。ということで。でね、その、面白いことに気づいたんです。えー、これ。これね、えー、液化天然ガス。すなわち LNG。LNG の通貫統計ですね。輸入価格です。簡単に言うと。これ見るとですね、なんか昔は平和だな <laughs> と思ったんだけど、これ <laughs>、えー。えリーマンショックの前ぐらいまでは、 これ、1、あの、ごめんなさい、千0 0 0円 MT です。MT あたりの何千円なんですけどね。この、30、千円、だから3万円か。3万円ぐらいで非常に安定してたんです。その後、これ資源バブルです。はい。資源バブルになりまして、で、えー、この時はね、実需っていうよりもね、リーマンショックが起きて、まあ、その前からなんですけど、サブプライムローンショックが起きて、金の行き場がなくなったんですよ。投資家さんたちの。はい。で、穀物とか、エネルギーに行っちゃったんですよ。 という完全な金融的な理由でここ上がったんです別に戦争やってたわけじゃないからね。はいうん、だから当然バブルだったから、ポーンと崩壊しましたと。で、その後意外なんだけど、2015年ぐらいまで上がってって、何気に資源バブルの時期を超えてるんです、この時期。はい。はい。これ多分中国の需要回復じゃないかな。と思いますけどね。<laughs> はい。で、その後価格下がりましたと。ここです。この,この時代に、安倍政権が発送電分離して、電力小売自由化をやりましたと。 そして、えー、新電力と呼ばれる業態が出ちゃったわけですね。つまり、自分で発電設備は持ちません。卸売市場で電力を調達して、顧客に安く売るという形で既存の電力会社の市場を奪っていくというモデルが成立しちゃったんですよ。だからそれで数百社とか入ったわけです。まさにレントシーカーですね。だってね、別にね、まあ、安くなってんだけど、新電力が入ったからって電力の需要が増えてるわけじゃないです。既存の需要を奪い取るとあ。安値戦略で。しかも発電設備なしでと。 で、こうなりました、と。こうなりました、と。えー、2015年とか、えー、資源バブルの時期を超えて、今、LNG の価格が急上昇してしまって、新電力は続々と倒れる、もしくは撤退という形になって、取り残された顧客は知りません、と。いう状況になってるんですよね。だから最低保障供給の,の、あの、あの、受けて、教育を受けてるんだろうけども。で、ここで、ポイントはですよ。はい。ここです。 この時って2015年ですけど、電力危機になってないんですよ。でも気づきました、うん、こ,のこの時期の LNG の価格の高騰とか。かかね、全然記憶ない。私もないんですよ、実は。はい、これは覚えてます。うん、これは覚えてるいけど、これ全く気づいてないんです、うん、どうしてですか発送電分離の前だったから、電力会社がそれなりに対応できたとしか言いようがないですよ。あ,あだから私たち気づかずに。そう。そこを電力会社がさまざまなバッファー使って調整していた。はいうん わけでしょそれはその時はできたんですよ送配電と発電が一緒だったからあでも今発送電も無理だなくなっそういうことなんですそうつまりあのリスクを吸収することができる人が誰もいなくなってしまったですねもちろん原発を動かすっていうのは当然必要なんですけども、はい、それでも国民生活に今のような大ダメージが来るようなエネルギー高騰はこの時はなかったんですよだって私が記憶ないぐらいだから相当ですよ この時代って、もちろんその発送電分離と電力自由化、氷自由化やろうとしてたから、それについて批判してましたけれども、はい、目の前の電気代の高騰とかっていうのは記憶にないし、うん、電力危機も起きてなかったんです。そこで分離して、そこに LNG 価格の急騰っていうのが加わっちゃって、今の電力危機は引き起こされたから、これ完全に安倍政権の電力解約の結果としか言いようがないんですよね。 なんかこんなに早く来るんだって思ったんですけど。そうね。だからなめてたんですよねこの時代って。は,はい。このぐらいだと新電力のビジネスが成立するんですよ。うん、それでなんかどこどっか忘れましたけどその新電力の会社ねまあそこ倒産しちゃったんだけどそこの株主総会とかで専務さんから誰かがですねいや電力っていうのは意外と誰でも売れるもんなんですよっていうようなその説明を株主さんたちにしてたんですよね。うん、それはまあ卸売市場から買ってきて売るだけだからとだからこう営業パワーでねそこに力先がいいだけなんで。うん であ、基本的には安くなりますよと。安くなりますよ。と。回れと。はい。それで契約切り替えてもらって、はい、うん。で卸売市場から電力スポットでね、はい。翌日の電気を調達して安くるっていうモデルでボロモキしたんでしょ。うん、<ー>はい。それがいきなり通じなくなっちゃったと。うん、これあれよ、厳密にはロシアウクライナ戦争の前からも通じなくなってました。うん、コロナ禍がある程度落ち着いて需要拡大と、 いうことで、世界的に LNG の価格が上がり始めたら、うん、そうしたらもあの、東京電力ホールディングスとかね、そういう発電会社って、その LNG の価格が上がってきたから、スポット市場に電気出せないんですよ。はい。だから、卸売市場に電気がないと。うん。いうことになって、当然そうなると価格がバーンって上がりまして、はい、一気に破綻と。シンデルクのモデルが。うん、もちろんあれでしょう、発電所を持っていないところから、破綻していったわけなんですけども、はい、持ってるところでも同じでしょうね。はい。あの、確かね、えっと、東北電力と、 東京ガスかな、はい、が、えー、出資して作った、だから要は、あの、バックが巨大ってことですけど、うんうん、巨大な新電力の会社が撤退ですって。十一<ー>11月に。はい。そこは、あの、東北電力からも電気を買って、はい、で、スポットでも買ってたんだけど、あ、もうどど、東北電力側だって LNG の価格上がってんだから、当然卸売価格引き上げざるを得ないじゃないですか。それともう成り立たんってことで、それで撤退と。んそんな大手までもが撤退する状況になっちゃったんだなと。いうことなんですよね。 とりあえず、だから、あの、これね、LNG の価格の高騰って世界的な話だから、はいど、どうしたらいいんですかと思うじゃないですか。うん、これも手があるんですよ、だから。なんですか政府が支援したらいわけですよ。<ー>だってガソリンでやってるじゃないですか。はい。はい。だからね、私ね、ガソリンの、その、あの、卸売りに出してる補助金と同じように、LNG に対しても補助金出さなくちゃいけないと思います。 だって政府の勝手な改革と名乗った改悪によってこんな状況にさせられて、電力会社の方々可哀想でしょ。新電力に対しては全く同情しないんだけど、送配電会社ね。例えば東京だと東京電力パワーグリッドとか発電会社、東京電力ホールディングスの方々は可哀想でしょね。悪者にされちゃってますよ。だから新電力で破綻した人たちは、そのなんか卸売市場のところで、あの、東京電力ホールディングスとかが価格いきなり釣り上げてきたから悪いんだって言ってんだけど、 そんなこと言ったって LNG 価格上がってないしょうがないじゃないで,、はい、でも結局、そこまで頑張っても結局赤字なんですよ。うん、赤字になりましたというのがさっきの記事ね。それでその赤字になった結果、誰がつけを背負い込むんですかと。皆さんです。うん、電気代の上昇という形でと。そもそもなんか、新電力のビジネスモデルにしてもね、そのフィットにしても、あるいは発送電分離にしても、 電気代を引き下げますよっていう理屈で始まったんですけどね。上がってる。上がってんじゃないかって。かな,んかなんか見てるけど、電気代なんて LNG の価格で決まるんですよ、ぶっちゃけ。はあはい、特に原発動かせないとそうでしょう、うんはい。でも実際上がってるにも関わらず、一切の反省がないですよ。うん、日本政府は。計算層も n h 庁もそうですよね、うん、ということは多分、あの、これからこういうレトリックになると思う。いや、電気代が上がってる。大変ですね。東電はほんとけしからんねえ。 ええー、そんな逃げちゃうんですかそうしないと自己責任な自分の責任になっちゃうじゃないですか、<ー>政府としては。という形で、その、あの、発電会社に責任を押し付けるか、もしくは、要は、あのね、価格弾力性って知ってる価格弾力性って、つまり価格が上がると使えなく、使いたくなくなるような、<ー>それが価格弾力性がある。 であの価格が上がっても、えー、使わざるを得ないのここ価格弾力性が低いっていうのかなはい、はい、例えば食べ物なんかめちゃめちゃ低いわけですよ少々価格が上がったって買わなくていけない食べなくゃいけでい。でも電力自由化っていうんだったらそこに価格弾力性全面的に認めるべきであってだから1か月の電気代って普通に10万円でしょという状況になるのがある意味市場原理的には正しいんでしょうね。 先生に3回ぐらい値上げ交差してるよね。はい、多分、ね、マジでしてくるよね。はい、そうしないと生きていけないじゃん、はい、とい。うことになっちゃうじゃないですか。だから、その状況に追い込まれる。だから、食料については10月の小麦受け渡し価格以降が危ないんですけども、もう電力はもう決定してるんですよ、スケジュールが。はい、値上げの時期っていうのが。だから、東京だと9月ですね。まだ法人が上がりますよね、はい、ということ。それがいろんなところに発表してくる。うーん。 でね、今ね、あの、コアコア CPI って、えー、エネルギーと食料を除いた消費者物価指数ですけど、はい、対前年比で0.2%なんですよ。私、プラスにはなると思ってたんだけども、やっぱりそこで止まってますね。うん、でも、そのコアコア CPI であったって、間接的にエネルギー価格上昇とか食料価格の上昇の影響を受けてるはずなんですよ。うん、ということで、その、例えば、高家コウケさんが典型ですよね。高家、はい、コウケさんが電気代の上昇分を私がそのまま乗っけてきましたと。はい、例えばですよ。はい。 それで、コーさんの、えー、インフ、がインフレになったわけですよ。はい、私からしてみれば。うんうん、そういう、電気代の高騰とかの影響を排除したコアコアを見たらですね、確実にマイナスですよ。うん、確実にマイナス。しかも、その、プラス、あの、インフレ率が2%になってる2.2かな全体で。コアコアで0.2とか言ったって、我々所得増えてないから、次の消費絶対減らすでしょう。うん、うん、電気代が高いからお金使えないわってなってませんかなります。なりますよちょって言われると、私の責任みたいにな違います。 そんなのに決まってますよ、誰だって。うん、ということで、このコストプッシュ型インフレはですね、あの、デフレ化政策になっちゃっているわけなんですね、うんはいで。特にその電力の場合っていうのは、その改革の失敗っていうのが、ここまで明確なのかと。うん、ちょっとフィットのメガソーラーはもう論外ですけどなあんなものは。でも、ここまで目に見えて、その問題だったってことが分かったでしょと、と、はい。で、あの、責任取れて言わないよ、もう。言わないから、せめて、解約した部分を直すと。うん もうね、新電力はもういらない、あんでも,もいらない。で、発送電分,で分離は改める。はい、だから配、えー、例えばメガ、えー、東京電力パワーグリッドが東京電力ホールディングスに出資してもいいし逆でもいいんだけども、うん、とにかくちゃんと発電,を発電所を持った送配電ネットワークという形のこう昔の行動ですね、はい、こうしないとです、ね、バッファーが全くないので、うん、どうにもならないと思います。フィットはもうこれ以上禁止バーって 法律廃止みたいな感じでやんなくちゃいけないんだけど。だからメガソーラーの問題ってめちゃめちゃもう目に見えてひどいじゃないですか。はい。でも動かないですね、政治家って。なんでなんですかわからない。問題だって認識してないのかな。うん。としか思えないですよね。あの見にくいメガソーラーの子ですね。あの、壁ですよね。壁を見てもですよ。あるいは土砂災害の原因になってる可能性非常に高いにもかかわらず、何にもやらないから。 と政治家いらないじゃんって話になっちゃうんだけど、でもまあよくよく考えてみたら、まあ騙された日本国民が悪いわけなんで、ああ私たちの責任です、はい。私たちが電力改革とか言ってた自民党の政治家に投与したんです。私たちのい,いけど、はい、その結果が今だよと、はい、いうことです。だから前回の食料にしても、今回のエネルギーにしても、もう目に見えて政府の政策の失敗っていうのが分かるわけなので、うん、これを正そうじゃないかと。だからやっぱり野党だな。はい、野党の政治家にこういうのインプットしてって、叩けって形で煽る必要があるのかなと。 気がいたししししますそうしななななないいいいと選選挙挙んででなねかなか厳しい状況が続くでしょうただ前回も言いましたけどそのイギリスがナチスとの戦争で食料について、まあ、自給率引き上げに転換したのと同じように日本も今回の危機が食料自給率とエネルギー自給率の上昇をやんなくちゃいけないねって転換になると私は信じてるんですけど皆さんいかが思われました はい。財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。2021年に財務省のトップ、矢野幸二財務次官は、このままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね、発表しました。しかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、 財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですねえ、ことを語っているわけです。しかし財務省のトップ、矢野孝治事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、 騙されないようにするための書籍がこちらですね財政破綻論の嘘この書籍を読んで日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。